インターネットあずみおの平林昇です。今回ですね、長野県立こども病院に入院患者の家族のために寄宿舎を、まあ、こういうテーマでですね、まあ、こんなお願いをですねしたいと思います。まあ、実際にこの、まあ、子どもたちのこの最後の砦っていうのはですね、この長野県立、まあ、子ども病院ってことになると思うんですね。ですから本当にこの専門医療、まあ、緊急医療ってものはですね、しっかりこう充実したいわゆる医療サービスに関してはいわゆるこう抜きに出ているかと思うんですね。で、子どもは病院に預けた、まあ、入院をしている時にですね、この付き添いの、まあ、家族のところまでまだこの手が回っていない、ある意味こう、まあ、ほったらかされているっていうのが今の現状なわけなんですね。ですからこの家族のためにこの寄宿舎をっていうことなんですが、ぜひですねそういう方向でこういわゆるこの県を、あるいはこの安曇野市、そしてまあ地元のこの自治会ですね、そしてこの大きな安曇野を挙げてのこのボランティア組織っていうものをこういわゆる束ねてですね、いわゆるそのお母さんたちをこうサポートしてあげられるような、まあ、施設であったりこの仕組みっていうものをですね、まあ、この県立安曇野、県立子ども病院のこう周辺もしくは敷地内にですね、いわゆる作れたらなっていうことなんですね。20年くらい前にですね、田中県政の時代なんですけど、実際こういう問題って起こったんですね。で、実際にこのいわゆる宿舎にあたるものがこう北側の方にこうできたんですね。まあ、その時に、あ、これってお母さんのための施設かなと思ったら、まあ、職員のための施設だったってわけなんですね。で、それからもう20年も経って、まあ、同じことがこう繰り返しているわけなんですが、まあ、できればここでですね、まあ、これからそのこの県がお金を出すっていうことも、まあ、一つなんですけれども、今の一つの流れとしていわゆるこの指止まれ、本当にそれって必要なんだよなっていう、いわゆるその何ですかね、必要性ってものがあれば、こう日本中から今この募金を募る、ドネーションっていうのか、いわゆるこのクラウドファンディング、いわゆる投資じゃなくて、まあ、寄付に近いそのいわゆる思いやりのいわゆるドネーションですね、そういう仕組みってものがあるわけなんですね。ですからこのしっかりしたこのものの考え方、体制っていうものを整えてですね、それでこう世の中にこうお願いをする、そしてそれをまあ県がある意味こうバックアップをしてもらえるような、まあ、仕組みっていうものはですね、まあ、今の時代の中で必要になってるじゃないかなと思うんですね。まあ、これは本当に患者がこう主体性を持ってやれたってこれ無理な話なんですね。地元に根付いて本当にこう不動産にも関係してる話で、患者の人たちっていうのは本当に早く回復したい、回復したら本当にこう本当に病院からおさらばしたいっていうのはこれ当たり前の話で、でこの、まあ、ここに根付いてる人たちがですね、ここに住んでる人たちがいわゆる 県立安曇野病院に対してどういうサポートができるかってことをいわゆるもうここで真剣にこう考える、まあ、時かな、まあ、そういうお願いです。